ご無沙汰ぶりです。日曜日を挟んでいるのに動画の更新がなかったのはハマっていました。物理演算がうまくできなかったのです。マジっすか。ライブ 2D とフェイスリグを使えば簡単に絵を動かすことができます。ライブ 2D はリップシンク機能で自動で口の動きを、フェイスリグはカメラの映像から動きをトレースし表情を再現してくれます。良い時代となりました。 That's right。実は今まで使ってなかった自動で動きを作る物理演算という機能があったのです。これはこんな感じで動くよという物理設定をするだけで人物の位置や動いた速度などを演算して自動で描いてくれるのです。どういうことなんです。多くは作画が大変な紙が揺れる部分に使っていることが多いようですが、なぜか今まで紙を揺らす機会があんまりなかったんです。どういう意味なんですか。んで実装するのに一苦労。日頃使っているエディターじゃなくビュアーで調整、しかも最新版じゃなくて前のバージョンのソフトで書き出さないとフェイスリグでは読み取ってもらえないようです。では物理演算が動くかやってみますかね。やりましょうやりましょう。ちゃんと動いているかな。またくだらんものを作りやがって。